こんにちは。パーカッションの高文です、えー。今回はこちら。ビブラスラップの鳴らし方について解説します。コ、え、ツ、ー、さえつかんでしまえば、えー、簡単に鳴らせる楽器なので、ぜひこの動画でマスターしてください。まずそもそもこの楽器がどのようになっているかというと、えー、この丸いボールがついている部分の上のバー、まあ、ここからここまでの部分が振動して、えー、その振動が こちら下のバーに伝わってこのコマの部分がが振動して音が鳴るというわけですねこの楽器の構造のすごいところはこの端の縦のバーが、えー、上下のですねバーの振動にほとんど影響しないっていうことなんですね。なので手で持って演奏する場合は、えー、まあここのバーのところを持ってあげるのが、えー、一番楽器が振動するのでベストです。 たまにこの部分をこうこういうふうに持ってしまう方あのいるんですけれどもこの曲がってるところまでは、えー、っと振動するところなのでここを握ってしまうと振動を止めてしまうのであんまりなりません。はいえー、ではこの端のバーの部分を持ったらあとはこの上のボールからバーの部分をどれだけ振動させられるかということを考えます。 まず初心者の方でも簡単に鳴らせる方法がありますので紹介しますと、えー、このボールの部分と駒の部分をまずこう指で挟んでですねギュっッとこうテンションをかけて離す実はもうこれだけでなってしまいますギュっッと挟んでこうテンションをかけてかけてかけてすこれだけ結構な音量が鳴ります 次にこのボールを揺ららして鳴らすす。やり方です多くの人が最初にやりがちなのがまずこのボールを叩くっていう方法ですね。こう叩いても実はこのバーをあんまり振動させることができなくて結果的にあんまり鳴らずにすごく短く終わってしまいますなので僕がやってるやり方としてはこのボールの先端部分から揺らしてあげるっていう方法です こんな感じです。やり方としては手のひらを少し縮めてこの親指の付け根のところここにこう肉球ができるように形を作って、まあ、この肉の部分にこのボールの先端が当たって振動させるっていうこんな感じです。 さらに大きく長く鳴らしたいという場合はこちら楽器を持っている方の手もこう助走を取ってですね、えー、手を迎えにいってあげるような感じです。ゆっくりやるとこう。これをやると爆音で鳴ります。 先ほど鳴らないといった叩くやり方でもこっちから迎えに行ってあげると多少は鳴るようになりますまとめると小さく短く鳴らしたいという時は軽くヒットではもうちょっと鳴らしたいなという時は軽くヒットプラス楽器の方から迎えに行ってあげて でさらにしっかりと鳴らしたいという時はなるべくこのボールの先端部分をこするようにヒットでさらに爆音で鳴らしたいなという時は楽器の方からも迎えに行ってあげて、えー、最後ここ一発どうしても外せないなという時は、まあ、安全策としてこうテンションかける方法でタイミングを測って はい。というわけで、ビブラスラップの鳴らし方紹介しました。えー、コツさえ掴んでしまえばですね、あの、ほんとびっくりするぐらい大きい音で鳴るので、ちょっと鳴りすぎ注意ということで、えー、いろいろ試してみてください。こんな感じでパーカッションの情報を発信しておりますので、えー、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また